終わりだ、サンダルフォン。貴様の目論みは完全についえた。ガブリエル、背の傷の治癒。どうも。ひとまず形は復元したけどね。このサンダル野郎、てめえ相応の覚悟はできてんだよな。ああ、もちろんだ。自分でも不思議だよ。なぜここまで暴虐を振るったのか。研究所に軟禁されて育ち、檻に封印されている間に魂が淀み切ってしまったんだろう。本当に惨めな男だ俺は。役に立たぬ捨て駒という宿命に最悪の手段で抗おうとするなんて。どうしたんだ、ルリア。あの、四大天使さん、サンダルフォンさん。王の少女。役に立たないとか、ちょっぴりわかります。サンダルフォンさんはずっと、ムシフェルさんの役に立ちたかった。でも、星の研究者さんのせいで、そういうのが踏みにじられたというか、簡単には許せないですけど、もしかしたらサンダルフォンさんも星の民の犠牲者なのかもしれません。そっか、ルリアはあいつの記憶を見たのね。犠牲者？奇妙な考え方をするんだな、貴様は。だがどうする、このまま無罪放免とはいかねえだろう。そうね、最終的には天使長様の判断によるわ。分かっている。その時はいかなる処罰でも受けよう。最後に俺と握手してもらえないか。赤き竜と青の少女を頼み、四大天使にも認められた君には最大限の敬意を表させてほしい。ありがとう。華奢な指だ。君自身に自覚はないだろうが、世界は話せてよかった。あっけない、あっけなさすぎる。いかに力があろうとも、所詮は人間に過ぎない。その身であること。貴様、ウリエル。間に合うか。愚かな真似を。この後に及んで何の意味がある。俺を必要としない空の世界など。幼稚ね、あなたの思考にはヘドが出る。みたいに大変な目に遭っても大丈夫だよって安心させて。オイラは信じねえぞ。お前が死んじまうなんてよ。一緒に星の島を目指すんだろ。お前の親父さんに会うんだろ。まだ全然旅の途中だぜ。お前がいないでどうすんだよ。で起きた。いいぞ、再び大いなる方向が響き渡る。この冥道が封印を解き、
あらゆる原初の聖将人を世に放つのだ。よせ、力を発言してはならん。このままだとサンダルフォン同様、邪悪の聖将獣が空の世界を食い潰すわ。でも我らたちは。ルリア、構うな。団長を救えるのなら君たちはできることを精一杯やるんだ。語りな。派手にやっちまう。原初獣だかなんだか知らねえが、俺たちがきっちり後始末してやる。ラカム、頑張って。二人とも、何が起きてもみんなで解決しましょう。そういうこった。その通りね。後のことは私たちに任せなさい。あっけない、あっけなさすぎる。